あの強軍の場所探すやつはさ、なんかイベント、うん、おい違うんでサボってる。あ、江浜落ち着け。なんだサボってるのがバレたかと思ったぜ。アルマという名を知らないか。長く衛兵をやっていてこの町の人間に詳しいと聞いた、うん、アルマ、アルマ、あの子か。人当たりもよく、よく笑う子だったな。病にかかってな、あっという間だったよ。一月ぐらい前のことだ。ありがとう、助かった。あ、事実を伝えるしかない。あの男のもとへ戻ろう。もう亡くなっていたなんて。ね、ここまで来てるし、ね、ゲージもマックスだから、ちょっと喧嘩売りに行くか。達人敵まみれだわ、ほんとここ。抜けるか、さっと逃げろー。これだけ距離離れてたら大丈夫だろ。逃げ足の速いやつだぜ。めっちゃ怪しいこいつ。これは抜けるか。上り坂は苦手。逃げろ、急げ急げ。こいつがどうなってもいいのか。赤の他人とかどうでもいい。こいつだ。間に合った。謎の老人じゃ。待っておったぞ。いかにも、古木流古武術正統小巻じゃ。ごまき、ごまきではない。ぜひ手合わせを願いたい。手加減は無用じゃ。よいか、わかった。では行くぞ。お、謎の古武術伝承書小巻。あだおん。これはカウンター食い来ないタイプ。力押しがベストなタイプじゃねえか。いい動き。浴びせ蹴り。長さ。百裂拳で力押しがベストなタイプのやつかな。パウダーとかも百裂拳の力押しがベストなんだよね。さあ半分を与えたら多分オーラまとう気がするからね。それまではちょっと残しておきたい。おっ、飛行チャンス。よし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 、飛行チャンスにならん。よし、画面端。もったいないな、飛行チャンスにならない。よし、チャンス。決めるぜ。よし、一気にダメージ入ったな。トラ落とし、落としトロフィーゲット。見事な腕じゃ。まいった、今回はわしの負けじゃ。強者との手合わせこそ至福のひととき。楽しかったぞ。こらえ、礼じゃ。血染めのバッテージをやろう。使用済みだよね。使用済み包帯ってことだよね。お、闘技施設があるらしいが本当か。腕を磨きつ、この町で過ごすとしよう。まだまだ強いものがおる。わしももっと鍛錬を積まんとあかんの。手合わせする機会があれば、その時は負けんぞ。経験値おいしい。あのジャギのパチモン強かったからな。大きくなれよ。調子はどうだね。うん、早く大きくなるんじゃぞ。気に話しかけているのか。やばいおっさんだ。よし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 。
あ、あのじいさんまたいる。ほんとだ。老人を知っているのか。いつもあの木に話しかけてるの。でも他はあんまり知らない。お話ししたことないしね。はっ、こっち見た。あ、あっちだ。そば。うん、うん、そ、そうだね。行けろ。嫌われちゃいましたかな。話しかけられてしまった。この木はあんたが育てているのか。ええ、もともと枯れかけていたのですがね、手をかけたらみるみる元気になっていきました。妻も子も失って孤独の身だったわしにとって、この木が育つ姿を見るのが生きがいなんじゃ。希望の木、ミッション2。そうか、この木はもっと大きくなる。このエデンで育つ子供たちの成長を見届けてくれる存在となるはずじゃ。それとこの木を育てる理由がもう一つありましてな、果実をつけることがあったら子供たちにその実を食べさせてやりたいんじゃ。だいぶ遠いよ。命を育てて収穫する喜びや大切さを伝えてあげたいと思っとるんです。肝心の子供たちからは避けられてしまっとるんじゃがな。ありがとうよ。暇があったらまた来てくださいな。イベントの進む条件は何だろうね。あちゃできません。ロード挟んだらね、なんか起きそうだよね。病院行って帰ってくる。病院は一通りの曲とりあえずやったからね。まあオール S クリアをするっていうトロフィーあったけど、ちょっと遠そうだからね。だれそうだし。さあどうだ、イベントは進んでいるのか。てかいなくなってる。やはり次は荒野に出なければいけないのか。バレた。捕まる。これは捕まる。あの、そろそろ次の。吹っ飛んだ。ケンシロウ選手吹っ飛びました。隙だらけだぜ。はい、しかしガンガン量産派で一気に体力めりった。うはー、宝の地図欲しいね。新しいゲームセンターのゲームが欲しい。なんか新しいゲームセンターのゲームって言ったら、なんか新しいゲームセンターがあるみたいになっちゃってる。どうせ外に行くんなら、ね、地図探しに行きたいよね。どうやらダメのようだ。イベントか、荒野に出るで。レース全部クリアできてたっけな。レースやっとく。上級はクリア済み、ね、ここクリア済み。この中級から止まってるね。ちょっと挑戦しとくか。1万5000支払う。そろそろ勝つのがきつくなってきた頃なんだよね。あえてゆっくりいくか。 BP よりも勝利を目指す。取れるやつ。うわ、グリップの甘さよ。もっといいタイヤが欲しいです。ここで一気に見とこう。なんか爆発した。俺もダッシュ。相手奥にはいかん。回復だけ取って自腹ダッシュで抜く。そろそろ半分。まあ、これだけブースト残しとけば。よし、
て接触事故はやめろ。回復回復。よし、あとはほぼストレートが待ってるか。かわしたんならここでブースト、さらにブースト、真ん中ブースト、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 よし、ふう、オッケー、3秒差か。上級きついかもな。まあ行くわけだが、さっき手に入れたのが、おっとこれはタイヤか。サングラス、レア度7。まあコースによって違うからね、難易度によってコース変わってくるからね。早い早い、みんな早い、みんな早い。よし、後ろから当たってくんじゃねえよ。ちょっと大外、敵もうまいね。これ以上のブーストは爆発。ブーストで回復。取らない方がいい、マシと。よし、これで爆発。そうでもなかったな。ハイエーだ。きついか、そろそろきついか。もうちょっとパーツ買わなきゃいけない時期来てるか。今の取れなかったのも痛い。腕も上げないとダメ。全部バラバラにされながら、あ無理だ。よし、あと1台。うおーうおー、完走できなかった。なるほどね、せめて完走はしてやる。まあコースは分かった。そろそろ強化しなきゃダメか。こいつらが壊してくれたなら下を行けば。うおー接触が危ない。むずいな、そろそろ。やっぱ接触のダメージがきつい。はじめ無茶せずに行こう。ちゃんとこれ取ってジャンプ台で飛ぶ。はや、めっちゃ離されるな。もう一回ぐらい使っておきたいな。カーブ、カーブ、ここのカーブが終わった後に使いたい。よし、でここでこっちからこれを、あっちか、かわすこと考えなくていいな。回復取ったら無理やり行った方がマシだわ。あの回復は絶対取らなきゃ。クソグリップだ。結構な回復量だな。これ優先的に取らないと。
嘘だろ、めちゃくちゃ強いっていうかもう無理だなこれ。強化しないと無理だねこれ。めちゃくちゃつれえじゃねえか。ラギーのカスタマイズ、最高速が足りない感じだよね。コーナーリングだから、タイヤ、速度に特化した、全然パーツ足りない、全然足りない、全然足りない。リンのあれもあるしな。ブレーキ、よし、まあ、ブレーキなんかあんま使わないけどね。燃料タンク、これちょっと燃料タンクはダメだね。全然足りないな、素材が全然足りないわ。耐久力も欲しくなってくるしな。うわー、スピードウィング、コーナーリング、どっちも欲しいな。まあ、足りないけど。よし、じゃあちょっとセーブして行ってみるか。セーブ。